川中島の戦いに上杉軍は勝利した。だが領有の私有を決するには至らず、謙信と武田信玄は再戦を約して別れた。帰国した謙信は領内で山賊が横行していることを聞く。崇高なる闘争を汚す者たちを討伐すべく、謙信は単身出陣するのだった。オンベイシラマンダヤスワカ、愚物どもを払わぬ。第2話、孫楽救出せ、真の闘争、教えてやろう。してやんな。どなたか村をお助けください。横島なる族は愚行の報い、受けるがよい。おとなしくしねえと命はねえぞ。村のため、ここで逃げ出すわけにはいかねえ。これ以上突き勝手させねえ。俺たちの怒りを喰らえ。待て、残る相手は剣心に任せる。
逃走は優越かかってね。野郎ども、砦が手薄だぜ。潰しちまいな。囲まれてしまった。野郎ども、やりがねえ、奪っちめ。誰かお助けください。少子な罠、我との力技、思い知る。逃走は優越。あのため、ここで逃げ出すわけにはいかねえ。やっちまいな。逃走を知らぬ日を超えて我が逃走を知らぬ。逃走は。
なんて頼もしいお方だ。よっぽど痛い目に遭いてるらしいな。おお、騒がしいと思ったら謙信の上杉謙信か。手合わせ願いたいね。面白い。くだらぬ戦いの奉行、何時で慰めよう。いざ戦わん。その威勢すらも。払いぬ。あった、なかなかやるね。つらかるぜ。こいつ強すぎだ。
敵地を打ち払いに。悪名剣心が許さぬとし。ありがとうございます、旅のお方。はあ、この地すでに地獄なり。